まったく、国王である父上を軟禁して最高権力を手にしたなどと、数年前の俺に言っても狂人のザレ言と思うだろうな。当時は筋肉バカの兄がいたし、妹は変わらんね。むしろ変わったのは。お兄様、突然出てくるな妹よ。あまりにもひどいお顔なので。悪いがこの顔は元からだ。次回最後の王、妹よ、魔導はどんな人物なのだろうな。